モーツァルトの肖像がピアノ・ソナタへ、長々計533、494は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲した、ピアノ・ソナタ。旧モーツァルト全集では、第18番、新モーツァルト全集では、第15番とされる。二つのケフヘル番号が並べられているのは、改底や以降などではなく、三つの楽章のうち、第一楽章と、 第2楽章が1788年、第3楽章が1786年と異なる時期に書かれたからである。1788年1月3日に自作カタログに記載され、同年にホフマイスター社から出版された。第3楽章のロンドは1787年に単独で出版されているが、ピアノソナタとしてまとめるにあたってカデンツァ及び27。 小説にわたる集結部が追加された。アルフレート・アインシュタインは、第一・第二学賞と、第三学賞の様式の不一致を指摘しつつも、第三学賞の単調のエピソードの見事さを評価し、あまりに豊かで完全なので、門外観は、様式の分裂に気づかないだろうと評している。あとに、ノルウェーの作曲家イドバルド・グリーグによって、 第16番波長長計545と共に二いピアのように編曲されている。ありがとうございます。